さあ今日はもう一つ肩甲骨くくっと寄せて肩こり軽減につながるポーズをご紹介いたします。縦膝になります。足の甲はしっかり床をついて、膝と膝の間は拳1個分に留めておいてください。あまりこう広がってしまわないように、自分のお尻、思ったより結構ちっちゃいはずなので、お尻と同じ幅、だいたい拳が1個分ぐらい入るような膝と膝のスペースを空けておいてくださいね。さあ両足平行になるように足の甲を床につきましょう。足の甲でしっかり床を捉えて、膝ばかりに体重がかからないようにします。さあこの時の姿勢、こうなってませんか？胸が開いているのはいいけど、でっちりは一番腰にきます。なので尾骨は下、この動きですね、尾骨は下、恥骨は上に引き上げて、腹筋は長く保っておきましょう。さあ両手たらーっと垂らしたら、足の甲でしっかり支えつつ、尾骨を上げないようにしながら、両手大きく回し上げ、さあこの状態で少し辛いなと思ったら、もうここでストップで OK です。もしくは両手大きく回し下げて、骨盤、お尻に当てておいても OK です。さあ自分の気持ちいいところを探します。このままでも OK です。胸が気持ちよく広がって、肩甲骨同士を寄せていれば OK です。肘同士グーグーと寄せて、首、腰に違和感がなければ上を仰ぎ見てみましょう。さあもう少しいけるわという方は、さあ吐く息ふう吐き切ったら、吸う息両手上に上げながら、片手ずつかかとを触ってみます。さあ右手がいけたら左手もかかとを支えて、首の力だらーんと向けたら、首はだらーんと力を抜きます。さあ胸が大きく広がっていること、そして肩甲骨同士ぐぐーっと寄せていることを意識しましょう。ラクダのポーズです。ラクダなーと感じるところを探してくださいね。腹筋ぐぐーっと力を入れて、でっちりにならないことを意識します。さあ吐く息ふー吐き切ったら、吸う息とともに左手から、そして右手持ち上げて伸びて、吐く息で降りていきましょう。さあ少し肩回り、そしてお腹、背筋も温まるポーズなので、上半身のね、リンパの流れを一気に良くするのにも役立つと思